皆さんこんにちは、ロサンゼルスロコリタです。皆さんはジャパンレールパスという日本の新幹線を含む JR 電車乗り放題のチケットがあることを知っていますか？ジャパンレールパスは JR グループ6社が共同して提供するパスで、日本中を電車で旅行して回るのにはぴったりの便利切符です。利用資格は観光目的で日本に訪れる外国籍の方と、海外在住期間が連続して10年以上の日本国籍の方です。日本国籍の方は日本出発前にお住まいの海外で引換券を購入しておく必要があります。7日間、14日間、21日間のパスがあり、料金はグリーン車、普通車用とこのようになっています。私は今回14日間用を購入し、437ドルをお支払いしました。2週間の日本縦断の旅、果たしてどのぐらい回れたのか、また最終的にいくら分乗車することができたのか、少し長くなっていますが完結します。どうぞ最後までご覧ください。それではどうぞ。
東京の目黒あたりを歩いているんですけども、今日はどうしても行ってみたい場所があって、そこに今向かっています。私の夢の一つが叶おうとしています。サンライズギズモという寝台列車に乗ることです。預けたんで出雲大社お参り行ってきます。大きな朱鞠内です。有名なところお参りしてきました。よし、さあ帰ろう。岡山から出て今福岡県の博多に着きました。地元のですね、お優しい視聴者の方にこの博多駅付近で美味しいラーメン屋さんを伺ったところ、駅内にですね、博多麺屋街道っていういろんな有名店が入っている場所があるみたいで、そこのおすすめのお店で今から食べてみます。いや、もう私昨日からのこのサンライズ出雲からどれぐらい移動してんだろうと思って、今さっき新幹線の中で移動距離を計算してみたら約2000キロ私今日行ってます。それ
カリフォルニアでいうと大体どれぐらいなのかなと思ってそれも調べたら、ロサンゼルスからサンフランシスコまでそれを往復2往復大体行くか行かないぐらいなんですけども、そんな移動してたと思ってちょっと一人でびっくりしてました。本当電車乗ってない時間の方が圧倒的に短くって、この地上に立ってる時もちょっとなんか揺れてる感じがするんですけども、美味しいラーメンを食べて息をつけたいと思います。それでは行ってみます。ということで博多から岡山を経由して今四国香川の丸亀駅の近くのホテルに無事チェックインしました。いやもう疲れすぎて丸亀駅とかちょっと動画撮ろうと思ってたんですっかり忘れてました。明日はですね、ここ香川県でどうしても行きたいと思ってたところがあって、そこに行きたいので今日はここの丸亀駅で、一泊したいと思います。いやさすがに今日の約2000キロの大移動はめちゃめちゃ疲れましたね。でもまあ各地いろんなところ短時間ではあったんですけれども、すごい楽しみながら移動できました。ちょっと今日はゆっくりお風呂に浸かって休みたいと思います。それではまた明日。さなぎ島という、島にですね来たくて、来ました。日本でも、数ある猫島の一つなんですね。レールパス11日目はここ大阪から出発します。東京経由して今日は仙台の方に行こうと思っています。もう残り少なくて最終目的地がやっぱ北海道に行ってみたいので、今日は仙台で、仙台まで行って大好きな牛タンを食べたいと思います。東北新幹線がですね3月の地震でずっと運休とかしてたんですけども、今日は4月15日なんですが、昨日からですね全面再開、運がいいことにしまして、今からその東北新幹線の、指定券も取っていきたいと思います。14時間5時間あと3分しかない。何パーセント？20%。どこ？大阪
だったら右側が立つ感じなんですけど、東京に来たらやっぱ左側になってた。名古屋くらいから変わるのかな。三重は右側だな、まだ都会、びっくりするぐらい都会。ユンダシーク買いました。うまっ。になりました。今日はここ仙台駅から、最終目的地ですね、北海道の札幌まで最終アタックしてきます。6時間の長旅になるので、ちょっといろいろ買い込んでいきたいと思います。こっち私が乗る函館まで行く小町、新幹線小町で、こっちが秋田の方に行く新幹線はやぶさです。どこか盛岡まで一緒に行くのかな。どこまで一緒に行くって切り離しするんだ。すげえ、こんななってる。あと10分ぐらいでこの青函トンネルを通って北海道に入ります。今日朝からバタバタしてて、動画が撮れてなかったんですが、今無事に三重県の松阪市に着きました。ここでですね、このジャパンレールパスも使い終わりました。2週間ですね、このチケットで日本いっぱい待ってみました。ここからは、お父さんが車で迎えに来てくれてるので、ここからは1時間ぐらいですね、車で、実家に帰ろうと思います。無事に着くといいと思います。はい、私の2週間日本縦断の旅いかがだったでしょうか。個人的にはいろんなところに行けて、美味しいものも食べて、とっても楽しい旅でした。そして気になる利用合計金額は16万7930円でした。パスが4万7000ぐらいだったので、サンラージ出雲の寝台券や他社区間で支払った1万数千を除いても3倍ぐらい乗れたので、とっても満足です。
日本には素晴らしい場所がまだまだたくさんありますので、また次回もやってみたいと思います。皆さんのおすすめの観光場所や路線をコメントに残してくださるととっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。